大相模調節地地図大相模調節地は、独立行政法人都市再生機構が埼玉県の同意を得て、越谷レイクタウンの地区中央に設置した調節地である。埼玉県越谷市が推進する地区整備事業の越谷レイクタウン事業の一環として施行され、新しく水との共存文化を創造する都市をスローガンに、事業区画のほぼ中央に39.5、 ヘクタールという広さの水害対策を視野に入れた調節地として建設された。地域住民の憩いの場として、池の一部を開放し、自由に利用できるようになっている。調節地の掃除業費は347億円であり、同排水路の掃除業費は93億円である。2014年10月19日に竣工した。元荒川流域は、比較的低地が多く、特に、 越谷市は水路に囲まれ、水橋として知られる反面、洪水に多く悩まされてきた経緯がある。そのため、ニュータウンの建設にあたり、洪水時に、元荒川から、洞水、貯水し、豪雨が去った後に、中川へ排水する巨大な調節地を建設する、計画が推進された。面積は、約40ヘクタール、深さ最大約5メートルの貯水地が完成し、120万、 立方メートルの水を受け入れることが可能となった。完成翌年の2015年9月に台風18号による平成27年9月関東、東北豪雨が発生し、埼玉県内で最も被害を受けた越谷市内では、最多の床上浸水が175棟、床下浸水が584棟に上った。調節地より北側の地区に集中しており、 河川の排水機能が追いつかず、千言台駅周辺など、場所によっては1メートル近い水深になった。越谷市の至るところで冠水が発生したものの、その際越谷レイクタウンでは、周辺よりかさ上げされた地盤であることや、容量いっぱいまで貯水したことによって、浸水被害はなかった。また、調節地より、下流域での浸水被害は少なく、被害軽減の効果が実証された。 以下は台風18号の大雨によって満水になった大佐神調節地。越谷レイクタウン、UR 都市機構 UR ステージ台風18号等による被害状況についてありがとうございます。